俺たち 2.25 倍ですね。いや、これやばい。何今の。え、ちょっと待って。はい、皆さんこんにちは、シロです。よろしくお願いします。ということで、式神出雲重心化絵画やってまいりましたので使っていこうと思います。ということでこちら、変わりましたね。相当変わったと思います。はい、もともとねワープの耐性とかいうね、なんでこいつこの扱いを受けてるのってぐらい弱いキャラだったんですけれども、かなりアビリティが増えましたと。まあ地雷も対応できるようになりましたし、おまけで減速壁ももらった。あ、情報修正で別にもらってなかったですもんね。多分なんか2つぐらい増えたなと思います。でカウンターキラーが乗って友情ブーストもついてますよと。でそのキラーが乗ってくる、ブーストが乗ってくるっていう感じの友情のところがですね、衛星弾8と超絶独角三弾になっておりますと。まあ超絶独角三ね、地味に火力が出るのもあるんですけど、まあ基本的に毒のダメージになってきますので、ここは置いといてですね、衛星弾の方かな。これ衛星弾もその8になってくるとね、あの前の衛星弾の印象とはやっぱすごい大きく変わってきまして、あの術丸と同じ友情コンボになってきますので、まあぼちぼち火力は出してくれるんですよ。それに友情ブーストとカウンターキラーが乗ってくるから、これ多分ねこのカタログスペックで見てる時よりえってなるぐらい火力は出ると思うんですよね。なんで実際にこのキラーをもらってカウンターキラーが発動した状態でその衛星弾を見る回と、ストライクショットを実際に打って、どういう感じなのかなっていうのを見ていく回っていうので2本ぐらい撮ってみようかなと思いますので、実際に使ってみましょう。はい、ということで一旦アバロンにね、来てみました。貫通タイプでその衛星弾を発動しやすいキャラっていうのを2キャラ添えて、純粋に出雲の友情コンボの火力っていうのを見ていこうかなと。まあまあね、最初はね、キラー友情ブーストしか入ってないんで、いやいや、これやっぱりなんかね、俺衛星弾ってね、いつの日かからね、最初ってすごい強いって言われてた友情じゃないですか。でいつの日かから、いつの日かをきっかけになんかそんな強くねえなみたいになってたんですけど、これはちょっと見ものですね。ボスがいるところに対してその何もない空間で盾感とかして衛星弾のダメージだけ入れるみたいなシーンがちょっと欲しかったりするんで、ちょっとそれを狙っていきましょうかね。中ボスとかだと多分やりやすいんで、これ多分ね、やっぱ衛星弾8になると違いますね。これ一体でこんだけ出てるんで、やっぱ相当強いと思うんですよね、衛星弾8になってくると。まあね、どうしてもね、やっぱ1個前のその8じゃない時の衛星弾、4だっけ、4か6かなんかの時の衛星弾、そんな強くなかったんですよ。本当に最初出たばっかの頃はね、割とチヤホヤされてたんですけど、後々ね、相当やっぱ弱い友情コンボ認定されて始めてきたからね。さあこれちょっと楽しみですね。持ってくるくる、いや強いでしょこれ。え、これ、いや今のめっちゃ綺麗に見えたけど、これやっぱ弱点当てれば強いんだよな。でこれ今多分キラー入ってなかった状況でですよね、おそらくね。キラーが入ってくるとまた変わってくると、だこういうさ、雑魚処理で衛星弾でするイメージなくない。これだ、これがね、やっぱもうちょっとスピード速いやつだと衛星弾出しながらこうやって予感してくれたりして、もっと出してくれると思うんですよね。なんでそうなってくるとね、また違った印象を受けると思う。さあ来ました、これがやりたかった。弱点なし、いやこれ強くねえか。いや当たってたか弱点、いやこれさ、今のちょっと強いと思わなかった。いやこれなんですよね、だから衛星弾も使い方なんですよ。うん、お自分に言い聞かせてるんですけど、今俺もどっちかというと弱いと思ってた側の人間なんでね。いやこれやっぱ、あ、来た、キラー乗りましたね今。これたち 2.25 倍ですね。いやこれやばい。何今の。え、ちょっと待って、あれなんですよね、衛星弾ってさ、最初自分の中にさ、くるくるって入ってから展開していくみたいな。次今日の挙動を見てほしいんですけど、その時になんかさ、弱点取るとやばいみたいになってなかったっけ、一撃。これこれこれ、このさ、今さ自分の中にくるくるって一回あったじゃん。だからこのくるくるってなってるところを、弱点とかになっちゃうともうほんとやばいんです。これはコースね、一からとこ、これこれ。あとなんか早すぎるやつを追いかけてる時のみたいなのもなんか使い方としてあったよね。なんでいろいろね、面白い使い方あったりするんだけど、これもちょっと次見たいんで。さあこれキラーもらうべ、クロスレーザー当たるね。 OK 当たった、キラー 2.25 倍。これいや、これこう使うと楽しいな、この友情コンボな。2.25 倍だからな、さすがに。今あるのやつってこうは出なかったんですよね。で、術丸の最大火力出すのも弱点キラーを乗せるっていう結構作業があったりとか、どうしても今までこの衛星弾8を持ってきたやつって何かしら噛み合わないことがあったんだけど、出雲は噛み合いやすいよね。うん、だからこれ衛星弾もすごい強く見えますね。
だから現に強いんですけど、じゃちょっと次そのくるくるってなってる時のダメージっていうのを見てみる。あ、これちょうどいいんじゃない。で多分ねこれね一気に削れるシーンがあるからね。取る、ほらほらほら、やばくなかった今この、なんて言えばいいのかな、ちょっと難しいんですけど表記が、その触れたキャラに対して衛星弾が追いかけるっていうのと、多分展開前にね自分の中でくるくるってなってるとこがあるのよ。だから要はその段階で弱点を通ってあげるとそのダメージが多分全部入ってるんだよね多分ね。これ合ってるかは分かんないですけど、でもなんか説明ができないですね今のダメージの、あのそもそもそうじゃなければ仕様が。だから衛星弾を持つその後すぐに弱点を通るみたいなのを意識してあげるとより火力出しやすいのかもしれないですね。だからこれとか触れる、ほらほら防御アップ中っすよ。防御アップしてなかったとしても、してなかったら今多分倒してるんで、いやこれねやっぱ楽しい、なんか楽しいの、え、なんかこんな楽しいキャラだったのこれ。なんかちょっと衛星弾ってこんな楽しかったっけ。俺の記憶では結構なんか衛星弾ってさ弱点とちょっとずらしたラインを取ってあげて、その衛星弾のくるくるを想定したぐらい弱点から離してさ、あの動いてあげるっていうのがメインだったんだけど、これちょっと違ってくるよね。そうなるとね、こんなんもう終わるよこれ、最高だねこれ、もう重なってますから今で、おそらく乗ってますねキラーも 2.25 倍で追いかけるっていうのもあるし、多分真ん中でくるくるってなってる時に弱点取るね。いきます、2回ぐらい乗るんだよ通る時。あーちょっと惜しいね、やばこれやばいっすねあれちょっと待ってこれ、あーちょっと舐めてましたね。これは俺が出雲に謝罪しなきゃ案件かもしれないですね。ちょっと俺こんな面白いと思わなかったですね正直。なんかうわどこで使おうみたいな、昼飯先食うかぐらいのテンションだったんですけど、いやこれは先をやってよかった、これむしろ摂取より先使えばよかったってぐらい、ちょっとなんか朝から高まるものを感じる。はい、ちょっともう一個行ってみましょうか、楽しかったんで。はい、行ってみます。はい、ということでちょっとね、あの山竹ゼロ使ってちゃうとこうキラ入って強く感じちゃうと思うんで、まあまあまあ友情で1ミリも火力にならないキャラを連れて、引っ張り感じていこうと思います。でなおかつここロボットの敵しかいませんので絶対にキラーがもらえるっていうおまけ付きです。さあでテンション上がりすぎてなんと SS を使ってないことに今気づきまして、 SS もちょっと打ってみよう、まあ、SS なのこれ、 SS なんでいい気がするけどね、もう SS は楽しいよこれ、これ SS は超楽しいな、こんな楽しかったっけこれって、絶対こんな楽しくないんだよね本来、SS なんそんなだった気がするんですけど。さあダメージをくれたまえ、おしよしよしよし、とりあえず上の出雲ちゃんは、ロボキラー発動しましたね。さあロボキラーが発動してる中の衛星弾、展開までがやっぱ遅いんでね、こういうところがちょっとむずいっすよね。まあちょっと今引っ張ってたのもねチャイコフスキーだったっていうのは多少はあると思うんだけど、なんか、まあ、場所によったり物によったり速度によったりっていろいろね、変わってくるところはあると思うんですけど、さあこれで両方ともロボットキラーになりました。ガンガンいこう。これやっぱボス貫通やりてえな、いやボス貫通が気持ちよすぎるんだよな、こんな気持ちよかったっけ俺、何回も言うけど。はい、でちゃんと SS を説明しておきましょうか。 SS はですね、ターン短くなりましたね。このアイテム成長 SS っていうのは、あの前の出雲とまあ大きく変わるところがない、大きく変わるところがない、変わってないです、ターン以外変わってないんですけど、まあね、このアイテム成長 SS の強さって、アイテムが盤面に何もない時って確かさアイテム沸かしたじゃないですか、うん、それがすごい強いんですよね。まあなんで強いかっていうと、あれね、最近守護獣でさ、あれだ、脅し師の進化系みたいなやつ出たじゃないですか。あいつとか、アイテムを取るっていうね、条件で、守護獣のその、ターンが溜まるっていう条件が結構あったりするんですよ。それこそ、レプリカとかそうだったかな、うん、だったと思うんだけど、あれがある以上ね、やっぱりね、そのアイテムを回収したいっていうシーンが多少出てくるとは思うんでね、今後の守護獣にもよると思うんだけど、うん、って時にそのアイテムを無理やり回収するっていうきっかけを作れますよね。自分で絶対に1個沸かすことができますので、何もなかったら、うん、なんでそういう使い方も今後出てきたりするのかなっていうのもある。あとは純粋にアイテム成長が強いですよね、アイテムに依存するようなクエストであればいやまあまあそうでしょうよ、そうですよね、もうちょっとなんかガンガンって削るのみたいな、今衛星弾って感じの削りしてるから、まあ、スピードバーガーかけないでいきましょうか。ちょっと事故りそうなんでね、ここに置いてちょっと縦とか横とかで入れて、おそれちょっと吸い込んでもらいたいな、後で吸い込んでもらいたい、こっち下行きます、
いや、ちょっと、六角さんですら持ち出して。さあ、これで、ここで横貫する。横貫する。からの吸い込まれる。真横貫するじゃないこれ。吸い込まない。じゃあもう、行きますよ、私。いいですか？いいのか、本当に。まあいいや、行きましょう。これ、2.25 倍になってて恐ろしいな、マジで。対比で、やっぱ 2.25 倍になってると、衛星弾がちょっとぶっ壊れてますね、これ。いやでも最近の重心化、ほんと外れないっすね、直近ね。マジで外れてないね。ずっと強いね。まあ強いねっていうか、なんか、ちゃんと面白い部分があるよね。なんか、そういうのをちゃんとし始めてから、重心化使うのが楽しくなったのはいいなと思いますね。その今までって、結局既存のところがポーンついたけど、なんかまあ変わんないなみたいなのがすごい多かったんだけど、そのキャラそのキャラね、やっぱ一つ一つ特徴があってくるんで、今だって衛星弾ってイメージついたもんな、出雲に。まあもともと多少はありましたけど、出雲って言うとやっぱ耐性と、アイテム変化っていう方が強かったっすよね。衛星弾っていうよりね。なんで、今やっと衛星弾っていうイメージがすごいついたな。ここちょっと楽しむところが2箇所あるんで、ボスと中ボスで。まあ中ボスの方からじゃあ、楽しませていただきましょうか。はい、もうこのね真ん中にある時にもね弱点貫通、もうこれやばい、衛星弾貫通がえげつないからだし、この衛星弾貫通マジで気持ちいいな。あとまあ衛星弾っていうとね、その弱点付近にぴったり着地位置を合わせるっていう使い方をしてたんですよ。例えばこれで三原則もらって、出雲を触れてとか、この盾で出雲を触れてとか、もうこれまたでかいやばそう。あーちょっとずれてるか。やばいねやばいね。もう全然なんか弱点立てまたて感してるわけじゃないのに、なんか弱点またて感しましたみたいな削り方するの気持ちいいですね。いやーいいね、こいついいね、やるね。だこういうのもいいよね。この衛星弾拾った後にちゃんと着地位置が用意されて、これ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 いいよね。その止めた位置によって火力が変わってくるっていうのもちょっと腕の見せ所になったりするから気持ちいいよね。これいいなぁ、なんかいいなぁ、これやばい。オーラ、この SS いいや、 SS いいね、いいね、これ SS いいや。ちょっとだけなんか打つか、気持ちね、気持ち打ちましょうか。待ってこれ、縦貫す、横貫する、左側に止まってくんねえかな。いい位置、めっちゃいい位置それ。次縦貫して、ちゃうからな。ね。アイテム湧かないでくんないかな、このターン。ここアイテム湧くな。アイテム湧くなよ。あ、湧いちゃった。湧かないかったときに、そのね、アイテムが湧くようにできますよ、みたいな感じで。あ、やばそう。あー、届かない。おーし、届かない。いいね。ちょっとアイテム回収してますね。これちょっとやばそうなんで普通に行きます。マックス展開、うわっ2体分ですもんね。いやこれ、これ出雲好きたまんねえだろうな、これ出雲好きな人たまんねえだろうな、これ、こんだけ強化もらったらな。あ、アイテムないね、行きます。じゃあアイテムない時に打つとこうなりますという感じですね。まあ、すげえ雑な SS の説明ですけど、これ今上にハート出たのも分かると思うんですけど、こんな感じでハートが出たり、そのアイテムが何かしら湧くよーっていうものになりますね。基本的にハートなんですけど、普通にハートじゃないのも湧いたりしますね。ハートがなんか一番やっぱ率は高いですよね、湧くの。もちろんハートなしクエストだったらハートは湧かないんで、それは気をつけてほしいんですけど。これ分かりやすいな、次。これ、湧きますね、どっちかしら。はい。湧きましたね、ハートのこと湧きました。これ衛星弾楽しいね。これ衛星弾いいね。これからの衛星弾もこれぐらいやってくれるならちょっと見ちゃうよね。いやこれいいな、この出雲ってキャラで。本当に今更で申し訳ないんですけれども、私アビニー名車タイムシフトしちゃいましたけど、本当は出雲のねアビニー名車ちょっと使ってみたかったんですけど、本当はね使ってみたかったんですけど、タイムシフトしちゃったんで、もうで終わっちゃったんですよ。なんで
使えないんですよ、はい、なんで僕訓練所にあると思ったんですよ実は、はい、訓練所にあると思って、おタイムシュート金ちゃんって言ってタイムシュートしたらやべっつって訓練所ないじゃんってなってアビニベーション使えなかったんですけど、まあその分ねちょっと衛星でも面白いところだったりがしっかり見れて、まあ一個人としても撮ってる側としても結構楽しめたんで、まあ個人的には満足です、嬉しかったです。はい、ということで、まあ、いつもね、こういう使い方もありましたみたいなのがあったらね、それもぜひコメント欄とかで教えていただけたら嬉しいです。よかったら最後にチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。